タイムパラドックスとは、日本の競争場、シュボ場である。ダート路線で活躍し、主な勝ち倉は、ジャパンカップダート、川崎記念、帝王賞、JBC クラシックなど。場名は、父名からの連想で、時間旅行で生じる矛盾の意味。出生時は、わずか 45kg しかない非常に小柄な馬だった。2001年3月にデビュー。ダートのレースを2連勝して臨んだ。 青場賞で11着に敗れた後骨折が判明し、休養に入った。デビュー当初は体質が弱く、コンスタントに使えなかったものの着実に勝利を重ね、2003年2月にオープンクラス入り。2003年秋に3度目の休養から復帰した頃から、体質が強化され、以後引退まで一度も休養を取ることなく、レースに出走し続けることになった。 2004年に1月に平安ステークスを優勝して、重賞初制覇を達成。その後4月にアンタレスステークス、8月にブリーダーズゴールドカップ、10月に白山大賞典を優勝。11月には GI のジャパンカップダートで、同じ旧車に管理されていたアドマイアドンを差し切り、GI 初制覇を成し遂げた。年が明けて2005年、勝ちきれないレースも多かったが GI では、 構想し、川崎記念、帝王賞、JBC クラシックを優勝。当時の日本のダート部門におけるトップホースの一頭として認識されるようになった。2006年になると脚部に慢性的な問題を抱えるようになり、体調に不安を抱えながら出走を重ねた。ブリーダーズゴールドカップで、派行が原因で競争除外となり、続くエルムステークスでは10着と大敗した。 しかし、単勝5番人気で臨んだ JBC クラシックでは、残り600メートルを切ったあたりで先頭に立つと、最後の直線で追い上げてくるシーキングザダイヤを振り切り、JBC クラシック連覇及び、GI5 勝目を飾った。この勝利で、本場の勝利数は16勝に達し、当時北斗ベガとサウスビグラスが保持していたグレード制。 導入以降の中央競馬所属馬による通算最多勝利記録に並んだ。その後、ジャパンカップダートへ向けて調整が行われていたが、調教後に、右前第四、中手骨骨折を発症していたことが判明。はじめは休養する予定だったが、結局そのまま引退することになった。以下の内容は、ヤビスサーチよび netkeiba.com に基づく。引退後は、 北海道ニーカップ町のビッグレッドファームにて、種ボバ入りし、初年度は100頭に種付けした。2010年に初年度産区がデビューした。2019年1月に種ボバを引退し、ビッグレッドファームから浦川優秀ビレッジア L に移動し、功労馬として、余生を過ごしている。ダートグレード競争課中馬地方、重症級競争課中馬等、ブライアンズタイムの本質であるパワー。 ダート適性を受け継いでオリダート種ボバとして期待されているだけでなく、母系ケサがラローレル、イギリスにサイジーアイを買ったスティーマーダックなど、芝での活躍場を排出している系統ということで、3区の芝での活躍も期待されている。自身とは異なり、2.3歳の早い時期から活躍する馬や、短距離で活躍する馬が多く排出されている。タイムパラドックスは、 総獲得賞金9億7786万5千円のうち8億4487万1000円を6歳以降に稼ぎ出している。これは1頭の馬が6歳以降に獲得した賞金としてはタップダンスシチーの7億7935万8000円を上回る日本記録である。この馬の世代はジャングルポケット、黒船、 マンハッタンカフェラが3歳児にコバジーアイを優勝し最強世代と呼ばれたがこの世代の獲得賞金額1位はタイムパラドックスである。2位はジャングルポケットの7億425万8千円。本場のいとこに桜ローレル全妹タイムトラベリングの3区にタイムフライヤーがいる。ありがとうございます。